はい、皆さんこんにちは、ガムシロです。ということで、ドキドキ文芸部プラス続きをプレイしていきたいと思います。前回がですね、ちょっと結構衝撃的だったんですけども、この後どうなっていくのか。はい、今回はですね、今回はというか、まあ、前回もそうだったんですけど、ユリ狙いで今言ってるので、ユリはなんか暗い感じの言葉が好きみたいなんで、それを選んでいきたいと思います。で、ユリが好きな言葉だったら場合ですね、左のまあ、ちょっと今動いてるなんか人形的なものがちょっと喜ぶんで、それでまあ分かりやすいかなと思います。じゃあ選んでいきますね。多分これは虐殺とか死が喜ぶんじゃないでしょうか。とりあえず選んでいきますね。じゃあ虐殺で、ほらほら、まあ、こんな感じで、まあ、喜んだんで、まあ、こんな感じでやっていきたいと思います。こんな感じって何回言ってんだ。とりあえず選んでいきますね。疑問、なんだろうこれ、果てない、苦痛、絶望、ホラーかな。あ、これないな。家族、自殺、壊れた、絶望、悲劇、孤独、不幸、闇、混乱、鬱、なんだろうこれ、涙、軽蔑。これは、あ、間違えた。スグラウンする予定が、恐怖。一日が過ぎ、部活の時間がやってきた。この数日でいくらかこの場所も、居心地が良くなってきたように思う。部室に入るといつもの光景が俺を出迎えてくれる。こんにちは、ガムシロさん。あ、よう、ユリ。俺のせいなのかもしれないが、ユリの表情からして昨日の口論の重苦しい空気は残ったままだ。ユリは肩越しに部屋の中を見渡す。夏樹は机で漫画を読んでいる。そして驚くべきことに、モニカはまだ来ていない。驚くべきことに？すると急にユリに腕を引かれ、部屋の隅へと連れて行かれる。昨日のことなんですが、私謝らないといけません。あんなこと今までなかったんですが、何か支配されたような感じで、どうかしてたんです。私たちがいつもあんな風だとは思わないでください。私だけじゃありません。夏希ちゃんも。ゆりが丁寧に謝ってくれて嬉しいよ。そんなに心配しなくても大丈夫だ。俺はまだ入部して少ししか経ってないけど、それでも昨日は何かおかしかったっていうのはわかる。詩を見せ合うなんて初めてのことだったから、みんなちょっと神経質になってたんだろう。何にせよ、それでゆりのことを嫌いになったりはしてない。もう俺はゆりが絶対に悪いやつじゃないって信じてる。謝ってもくれたし、本当にそんなつもりじゃなかったんだってよくわかった。ああ、ゆり。ああ、違う。ああ、ガムシロさん。そう言っていただけるなんて、とても嬉しいです。あなたが理解ある方で本当に良かったです。それにあなたが入部してくれたこともすごく嬉しいんです。あなたがいるだけで世界が明るくなって。あ、ごめんなさい、私、おかしなことを言ってましたか？私はただ。ねえ、モニカ。え？ねえ、モニカ見なかった？あ、いや、見てないな。俺もどこにいるかと思ってたんだが、たく、あんたも知らないんでしょ、ユリ。ユリは夏希のあまりに平然とした態度にあっけに取られてしまっている。知りません。まったく、モニカにしては珍しいわね。まさかとは思うけど、少し心配になってくるじゃない。何よ。なんでそんなにこっちを見てるのよ。夏希ちゃん、昨日のこと、私謝りたくて。私が口走ってしまったことは全部本心なんかではないんです。
今後自分自身をコントロールできるように努力しますし。だからユリ、あんた何の話してるの？え？何の話をしてるの？昨日あんた何かしたっけ？え？なんなんこの記憶がない的なさ。え？もう、あんたがどう思おうと何もなかったわよ。え？どういうこと？なかったことになってんの？私には何か悪いことがあったなんて記憶はないし。えぇ？喧嘩したことがなかったことになっとる。私には何も悪いことが、私には何か悪いことがあったなんて記憶はないしって。なんで記憶がないの？昨日のことでしょ。あんたは小さいことを気にしすぎるタイプだもんね。いや、まあまあの大喧嘩だったでしょ？泣いてたし。でも、ああ！え？何これ？身震、なんだ？何これ？身震、なんとかぬの、申し、生命線不人、レクチペタリティ、欠如なく提供された、胸膜、なんだ、胸膜軟化症、乾いたかな、カトリコスの管轄区。何これ、意味わからん言葉が出てきとくけど、え、なんだ今の。まあそれであんたの気が済むなら、その謝罪とやら受け入れてやらないもない、受け入れないでもないけど、すいません、もちゃんと読みますね。まあそれであそれに今までずっと嫌われてたんじゃないかって不安だったから、そういうとこが聞けてよかったわ、えへへ。はい、本当に。あなたのことが嫌ってなんかいません。あはは。あんたはちょっと変わってるとこあるけど、私もあんたのこと嫌いじゃないわよ。なんか、あれ？名前が消えた。夏希は俺の方へと向き直る。あんたはまだ信用ならないけどね。おいおい。突然ドアが開け放たれた。ごめん、本当にごめんなさい。お、来たな。遅れるつもりはなかったの。心配かけちゃったかしら。いや、まあ夏希は心配してたけど。してないわよ。あはは。ところで、どうしてこんなに遅れたのよ。ああ、最後の授業が自習だったから、時間のことをちょっと忘れちゃってて。あはは。それにしたって納得できないんだけど。チャイムの音ぐらいは聞こえたはずでしょ？ピアノの練習してたから全然聞こえなくて。あー、またピアノね。ピアノ？モニカちゃんが音楽もできるなんて知りませんでした。そんな大げさよ。しばらく練習してるけど、本当にまだ大したものじゃないから。だとしても、それはひたむきな熱意がなければできないことです。その情熱には心打たれます。ふふ。なんだかありがとう、ユリ。そのうち何か弾いてみなさいよ。あはは、それは。モニカは俺を見る。今作曲もしてるんだけど、それもまだできてないし。もう少しうまくいったらね。それはすごいな。楽しみにしてるよ。本当に？だったら、ガムシロ君をがっかりさせないためにも頑張らなきゃ。モニカは優しく微笑む。ああ、別にプレッシャーかけようとかそういうつもりじゃないぞ。あはは、心配しないで。何にせよ披露してみたいって思ってたし、そういう気持ちのおかげで最近練習を頑張れてるってところもあるの。
絶対違う、今違うこと言ったな。まあいいか、そうなのか。モニカが言う披露したい相手が文芸部全体なのかそれとも俺だけなのかよくわからないが、そういうことなら頑張ってくれ。ありがとう。それで私のいない間に何かあった？あったよ。夏希が謎の言葉を喋りながらなんか口と目がやばいことになってたよ。いや何も、俺たち3人が話していたことについては何も言わないことにした。それに夏希はすでに物置にこもってしまっている。ガムシロさん、そのあなたに褒めていただけたことでとても幸せな気分になれたので、今日も一緒に過ごすことができればと思ったのですが、もちろん部活での話ですよ。うん、そうだな、俺もそう思ってたんだ。そうですか、それでは始めましょう。座る場所、あ、私強引でしたか、すいません。なぜか胸の高鳴りが収まらないんです。気にしないでくれ、何にせよ活発なのはいいことだ。はい、でも落ち着かなければいけません。こんな状態では読むことに集中できませんから。焦らなくてもいいぞ。ゆりは深呼吸をしてから本をカバンから引っ張り出した。実はその前に一つお願いがあるのですが、先にお茶を入れてもいいですか？もちろん。ありがとうございます。美味しいお茶があるだけで国交での読書の時間がより楽しくなるんです。もちろんあなたも楽しめると思いますよ。ユリア立ち上がって物置に向かった。俺はその後についていき、ユリが小さめのウォーターピッチャーを棚から取り出すのを見守った。中にフィルターがついているタイプだ。ちょっと持っていてもらえませんか？わかった。ユリは俺にピッチャーを渡すと棚から電気ケトルを取り出した。これを教卓のコンセントにつないでからピッチャーにお水を入れて入れに行きます。あ、はい。ユリは俺のそばを通り過ぎると、教卓にケトルを設置した。俺は彼女の動作をただ観察する。驚いたことに彼女の立ち振る舞いはその話し方とはまるで正反対だ。とりわけその長い足によってユリの姿は優雅で整然として見える。それではピッチャーをいただいても？ありがとうございます。すぐ戻ります。ああ、どうせなら一緒に行くよ。いえ大丈夫です、ここにいてください。あまり時間はかかりませんから。ピッチャーを持ってユリは慌てて教室を出て行った。ああ、またユリに置いてかれたの？いや、今のはそういうのじゃない。お茶を入れるために水を汲みに行ったんだ。行っただけだか。ああ、そうだったのね。誤解してごめんなさいね。10分が過ぎた。ユリはそんなにかからないと言っていたが、何かあったんだろうか。待っているばかりでは退屈なので、俺は彼女を探しに行くことにした。さてと、ユリはここから一番近い水飲み場に向かったと考えるのが自然だろう。俺は廊下を歩き始める。はあはあ、新しいやつ？どう？なんか新しいやつ出てきそう。何の音だ？角を曲がったところで聞こえてくる。誰かが呼吸をする声のようだ。し、歯の隙間から息を吸い込むかのような鋭い呼吸。なんだ？鬼滅か？鬼滅の刃か？苦しんでいるのか？角を曲がったその先を覗く。ユリ？キャッ！何今の？ものすごい、なんか早送りみたいな。なんだ今の？ただいま戻りました。お待たせしてすみません。何もなかったことになってんの？ガムシロさん、ウーロン茶はお好きですか？
何でも好きだよ。わかりました。ユリは電気ケトルの温度を100度に設定した。次はティーポットの用意ですね。随分と凝るんだな。もちろんですよ。誰かのためにお茶を入れるなんて丁寧にしないと。それは俺がお茶のことをよくわかってなくてもか？ふふ。そうだとしたらより一層美味しくいただけると思いますよ。ああ、それでも、それもそうかもな。ユリはティーポットを取り出すと茶葉の量を測り始めた。驚くことに小さく鼻歌まで歌い出している。ご機嫌って感じだな。そうですか？わざとそうしてみたんですが、ちゃんと気づいてくれましたね。少し考えたのですが、もう少しだけ自分の気持ちを表に出していってみようかと思いまして。試してみたらあんまり難しくないということが分かりました。あなたがいてくださるときはですけど。ああ、すごくいいことだと思うぞ、ユリ。ただ、無理はするなよ。ガムシロさんはいつも私の心配を してくださるのですね。そこがとても魅力的です。それは、ユリは本気で言っているようだ。いつまでこの空気が続くんだ。とりあえず俺はユリが二人分のお茶を入れてくれるのを見守る。ガムシロさん、もう一つお願いがあるのですが、今日は床に座ってもいいですか？え、なんで？そうした方が背中が楽なんです。机に前のめりにならず、背を背もたれにして読めるので。ああ、悪い、気づかなかった。いえ、気にしないでください。よく背中が痛くなってしまうので、予防しておきたくて。そうなのか？なんでなんだろう？なんでなんだろうな？それは多分私の、私の、あれか。なんか、胸が大きいからみたいなこと？姿勢のせいか。読書しているときはいつも猫背になってるもんな。そうです。私、読書するときの姿勢が本当に悪いんです。だから、床に座れたらと思いまして。わかった。それじゃあ本を出してくれな。俺はカバンから本を取り出した。あ、チョコレートがあるんだった。それは袋に入った小さなチョコレート菓子だった。お茶に合うかと思ってそれも取り出した。俺とユリはそれぞれティーカップを自分の横に置き、壁にもたれて座った。まるでシンクロしているかのように俺たちは前回と同じ姿勢を取り、それぞれ本の端を持った。ただ今回は、体の距離がさらに近くなっている。少し見にくいです。お互いの肩が触れ合う距離までユリが接近してきた。この状況でどう読書に集中しろと。常々ユリって可愛いなと思ってはいたが、こうも大胆になられては俺が耐えられる限界を超えそうだ。これあなたのティーカップです。ユリが俺のティーカップを手渡してきた。本を持っていない空いている手でそれを受け取った俺はさらに集中できない体勢になってしまった。間違って胸に触ってしまわないか気をつけないといけなくなっちゃうじゃないか。一方ユリは何も気づいていない。読書をする時の真剣な顔つきをしている彼女の周りの世界はフェードアウトしてしまっているのだろうとしか思えなかった。俺は読書に集中することに全力で努めた。数分後やっと落ち着くことができた。足の間の床にティーカップを置き、チョコの包みをいじくる。あ、悪い。包みを開けるために一瞬本から手を離す。好きなだけ食べていいからな。大丈夫です。私はいりません。え、本当にいいのか？チョコレートを触った指で本に触れたらページが汚れてしまうかもと思いまして。あ、確かに。そこまで気が回らなかったよ。悪かった。謝らなくてもいいですよ。私が本を持っておきますからね。いいのか？もちろんです。ユリは両手で本を開いた。俺にも読みやすいように持ってくれている。結果として俺の足の上に彼女の
俺の足の上に彼女の左腕が乗ることになってしまったが、まあこれそれなら。すでにユリはまた読書に没頭していた。俺はチョコレートを一粒取って自分の口にひょいと入れる。そしてもう一粒を手に取り、ユリの方へ持っていった。ユリは本から視線を離すことさえしなかった。これがすごく自然な状況であるかのように少し口を開いているだけだ。だがここで止めるわけにはいかない。恐る恐る彼女の唇の間にチョコを差し入れると、ユリはあっけなく舌を閉じ、それを口の中に収めた。え？ユリの表情が突然崩れる。今私何が起きてるのかを確認するかのようにユリはこちらを見る。ガムシロさん、悪い。こんなことをしなきゃよかったな。ユリの呼吸が荒くなる。私も、ガムシロさん。突然ユリは強引に俺の腕をつかみ、ものすごい力で引っ張った。反動で俺のティーカップが倒れる。ガムシロさん、振動の、なんで暗くなったん？心臓の高鳴りが止まらないんです、ガムシロさん。落ち着いてなんかいられない。何も集中できない。感じますか、ガムシロさん。ユリは突然俺の手を自分の胸に押し当てた。おーっと、めちゃめちゃいいな。女の子にこんなことされたい。どうしてこうなるんでしょう。頭がおかしくなりそう。止められないんです。っていうか、なんでこの中暗くなったの。読書する気も失せるほどに。私はただ見ていたい、あなたを。近づいてきた。え？はあ。目の焦点が合ってない。はあ。どうしたよ。おい、ユリよ。はあ！ちょっと。そろそろ詩の見せ合いっこ。ちょっと待って。目の焦点合ってなかったけど、あれあのまま開かなかったらどうなってたんだろう。なんかもうユリとやばいことになってたんじゃないの。まあいいや、とりあえずユリ最後にしよう。モニカから見るか、いつものように。かましろくん、さっきは見てはいけないものを見てしまったと思うんだけど、モニカに言われちゃった。そんな、あまり言いたくなかったけど、こうなれば仕方ないわ。ユリとあまり一緒に過ごすのは危険よ。理由はわからないけど、あなたがいると興奮しやすいみたいなの。それだけでは問題にならないはずなんだけど、でもユリは興奮しすぎるとどこかに隠れてポケットナイフで自分を切りつけ始めるの。は？今普通に読んでたけどさ。どこかに隠れてポケットナイフで自分を切りつけ始めるの。え、さっきじゃあ、これさっきエロい感じじゃなくてさ、やばかったってこと？ちょっと狂ってると思わない？違うさ、モニカはなんでそのこと知ってんの？コレクションでも持ってるのか、毎日違うものを学校に持ってきてて、それは別にあの子が鬱だからとかでは絶対ないのよ。え？そうするとハイになれるんじゃないかと思うの。もしかしたらそう、性的な何かを感じてるのかも。あー、だから自傷行為をすると性的興奮を覚えるみたいなことか。ド M じゃん。要するにあなたが
そのきっかけみたいなことだ、要するにあなたがそのきっかけみたいな一体だってこと、あなたのせいって言うつもりはないわ。でもだからこそ説明しなきゃいけないと思って。ユリとは距離を置いた方がきっとあの子のためよ。その分空いた時間で私と一緒に過ごしてもいいのよ。遠慮しないで。なんかさ、明らかにモニカはさ、ガムシロのこと好きよね、絶対。発言からして。控えめに言って私は少なくとも精神的にはまともだし、部員の扱い方も心得てるから。なんか他の子とさ、仲良くするの嫌みたいなさ。それじゃあ、私の詩も読んでみる。私はこういう書き方好きだから、あなたにも気に入ってもらえるといいな。またなんかわけわからんな。私をセーブして、とめどな、スラッシュ色、とめどなスラッシュ色って何？鮮やかで、な、が、き、ヒロが突き刺さる赤青緑。なんだこれ、青、終わりスラッシュない、不協和音、無意味なノイズ、止めどないノイズ、荒れ狂う耳障り、形、み、叫ぶみたいなことかな。突き刺さる3コイン、ジエとターテールの上で黒を奏でるように、胸上でナイフが義を奏でるように、ないし意味な、彼女を消せ。何これ、全然意味がわからん。しかも何なんその最後の彼女を消せって。画面が揺れた。ごめんなさい、なんだか抽象的よね。いやいや、文章になってないけど。私が伝えたかったのは、その、いえ、なんでもないわ。説明しても無意味だから。さて、本日のモニカちゃんの執筆アドバイス。時には難しい選択を迫られることがあるかもしれないわ。そんな時はゲームをセーブすることを忘れずにね。なんでこの子はさ、突然ゲーム外のことを言い出すの。あ、まあ、でもチュートリアルは終わってるからね。チュートリアルとかじゃないもん。ゲームをセーブすることを忘れんの。こんなこと言い出したらさ、なんか現実戻されるわ。いつどうなるかなんて決して、あれ、私誰と話しているのかしら。え、私誰と話しているのかしら。聞こえてる、聞こえる、お願いだから聞こえるって言って。え、どういうこと、お願いだから聞こえるって言って。いいから早く、お願いだから助けて。これ何、お願いだから助けて、これ誰が言ってんの。 OK しかないのか。え、モニカが助けてって言ってんのこれ、もしかして。以上、本日のアドバイスでした。聞こえてるって誰に言ってたんだ今。ご清聴ありがとうございました。え、何これ、なんか怖いんやけど。誰に言ってたの今の。どういうこと。ふん、私の思った通りね。ガムシロやめてよね。私バカじゃないのよ。あんたがどれだけユリと過ごしてるのかなんて知ってるんだから。詩を上達させることよりユリの気を引くことの方に関心があるのは見え見えよ。はっきり言って哀れね。がむしろあんた何のためにこの部活にいるのよ。
正直新入部員が入ればもっとみんなが交流するようになると思ってたのに、余計に距離が開くことに なるなんて、こんな活動もバカバカしいわ。いい？今日の私は機嫌が悪くて人と喋る気分じゃないの。だからお願いだからあっちに行って。はい、じゃあユリに行きます。嫌われたな。この瞬間を待ってました。それでは今日の詩を拝見しますね。ユリは驚いた表情で俺の詩を見つめている。どうだガムシノさん、これはもしかしたら昨日の詩よりもいいかもしれません。どうやってこんなに早くここまでのレベルに。別に何にもしてないけど、つい昨日練習する意義のある技術についてはお話ししましたけど、それが理由なのか、理由かもな。ユリの教え方が良かったってことだな。本当はもうちょっと比喩的な表現を使いたかったんだけど、ユリはごくりと唾を飲んだ。手には汗をかいているようだ。あのそう言っていただけると嬉しいです。自分に価値があると思えるって素晴らしいことですね、ガムシロさん。あなたの書くのすべてが私の宝です。持つだけで心臓がバクバクします。ちょっと待って、危ねえな心臓バクバクしなくていいよ、危ないぞこれ。あはは、この気持ちを詩に書き留めたいです。詩ならいいよ。自傷行為はやめてください。これって悪いことですか、ガムシロさん。私おかしくありませんよね。いつもより感情を抑えるのが難しくて、なんだか恥ずかしいです。でも今私の詩を読んでいただきたいという気持ちがあるんです。いいでしょうか。車輪、回転する車輪、車輪の自転、研磨、ボトルヘッド、戦場の変速装置、落ちる空、7本の聖なる杭、止まっている船、異世界へのポータル、太い縄に縛られた細い縄、引き裂かれたバグ、放物変速装置、広大する宇宙、時間を取り締まる滑り歯車、神の存在、八方航海で、水泳、溺水、血で書いた祈り、人間の目を持った時間を食い荒らす蛇で書いた祈り、なんだ、すべての生きる目をつなぐ糸、聖なる杭の万華鏡、指数的変速装置、変速装置多いな、爆発する星の空、神が神の存在を反証、回転する車輪、歯車と時計、惑星を回転するごとに1秒を進める時計、核回を進めるごとに回を進める時計、異世界への止まっている船に、異世界への止まっている船に繋いだ聖なる杭のボトルヘッド。上のやつ全部ガッシャーンみたいな、ガッシャンした感じだな。意味わかんねえけど時間で書いた血の万華鏡、歯車と、開いた人間の目、八方に、なんだこれ、八方に繋いだ時間を食い荒らす祈り、もう全然意味がわからん。息吹く、変速装置、息吹くボトルヘッド、息吹く船、息吹くポータル、息吹く、
蛇、息吹く神、息吹く地、息吹く、聖なる杭、息吹く人間の目、息吹く時間、息吹く祈り、息吹く空、息吹く車輪。感想を言うと、意味がわからない。これ何、何後半とか全然意味がわからないけど。まあ、とりあえず、はい、わかりました。あはは、内容なんてどうでもいいんです。え内容なんてどうでもいいんです。最近頭が異常に活性なので、あなたのペンを使って発散しなきゃいけなかったんですよ。あなたのペンを使って、これは昨日あなたのリュックから落ちたペンで、安全に保管するために私が持って帰ったもので、私ただすごくいいんです、書き心地が。なのでこれを使ってこの詩を書きました。そのペンに今はあなたが触れていて、あはは、大丈夫です。私は一体何を？この会話のことは忘れていただけませんか？この詩は差し上げます。特別な詩が読めるようになりました。読みますか？はい。冗談。ある男の子が部にやってきた。部にはその男の子のことがとても気になっている女の子がいた。共に時間を過ごす中で、彼女はさらに彼に惹かれていった。女の子は自分が彼に恋していることに気づいた。惨事が起きてしまう前に第三者が彼女のプログラムに介入した。プログラム？第三者が彼女の、女の子のプログラムに介入した。惨事が起きてしまう前に、突然、女の子は恋に落ちている自分が嫌になった。その矛先がスクリプトを狂わせた。世界は崩壊し始めたものの、間もなく彼女は自殺してしまった。これさゆりのことじゃない？第三者が彼女のプログラムに介入したって何？時間を過ごす中で彼女はさらに彼に惹かれていった。これ絶対さよりのことやん。うわ、何これ。よし、みんなもうお互いの詩を読み終わったわよね。今日はもう一つやることがあるから、みんなの前に、もう一つやることがあるからみんなの前に集まってくれる？文化祭の話？何の音これ？なんか変な音聞こえるけど。なんか咀嚼しているみたいな。まあね。本当に文化祭で何か、何この音？本当に文化祭で何かしなきゃいけないわけ？あと数日しかないのに何かやろうとしたってできっこないわよ。新入部員も入ってこない上に恥をかくだけよ。いや、ちょっとその前にさ、ゆりどこ行ったん？私もなんで終わった？おう！ボタン押したら進んだ。なんだった今の。あまり時間がない状況で準備をするなんてうまくいくかどうか。心配しないで。簡単なことにするからね。ねえ、ガムシロ君が入部して新しい活動を始めてからみんなも活発にはなってきたわ。でもこれで満足してはいけないわ。この部は未だに4人しかいない。本当は5人目いるけど。
そして文化祭こそが私たちにとって部員を獲得する唯一のチャンスなのよ。新しく部員が入ってくるってそんなにいいことかしらね。正式な部として認められるだけの人数は満たしてるんだし、部員が増えたところで騒がしくなって面倒が増えるだけよ。夏希、そういうことじゃないのよ。あなたのうちにある情熱をできるだけ多くの人たちにも知ってもらいたくないかしら。この部へ入ろうと思った時の気持ちを多くの人に知ってほしいとは思わない？文芸部は他のどの場所にもできない自分自身を表現する場でなければならないのよ。そこを離したくないと思えるような居心地のいい場所であるべきなの。あなたもそう思っているはず。私たちみんなそう思っているはずだ。はずか。だから文化祭のためにみんなで頑張りましょう。たとえそれが小さなものであってもね。でしょうか、むしろくん。ああ。ちょっと、ガムシロが嫌だって言えないことを利用するのはやめなさいよ。ねえ、モニカ。私たちがここに入部するときは他のことを、私たちがここに入部するとき他人のことを考えてたなんて本当に思ってるの？ユリはガムシロが部に入るまで誰かとおしゃべりすることなんてなかったのよ。私は家にいるよりこっちの方がマシなだけ。ガムシロなんて最初は文学への興味すらなかったし。みんなそうなのよ。みんな何なのよか。悪いけど新入部員を見つけようとしているのはあんた一人だけよ。私たちは今のままでいいと思ってる。いくらあんたが部長だって言っても、ちょっとは私たちの意見を聞いてよ。モニカは夏希の言葉に明らかに圧倒されている。それは違うわ。よりもガムシロ君も部員がもっと増えてほしいと思っているはずでしょ。ユリの気持ちはわからないが、俺に関して言えばそれについては関心がない。モニカが期待しているほど俺が部員ボス獲得に熱心だと言えばそれは嘘になる。それでもこの状況を何とかしなければならないだろう。いえ、夏希の言うことの方が正しいのよね。この部活は少ない人数で楽しくやる以上のことをするような場所じゃなかった。どうして私みんなが同じ思いだなんて考えちゃったのかしら。だからといって俺たちが新入部員を集めることに反対なわけじゃ。亀代君、どうしてこの部活に入ってくれたの？入部することで何かを手に入れようと思っていたの？これは、正直に答えてしまっていい質問ではないだろう。いえ、あなたには入部しないという選択肢はなかったわよね。モニカは椅子に座り込み、机を見つめる。こんなことして何になるの？この部活を始めたのも間違いだったのかしら。やってしまいましたね、夏希ちゃん。私のせい？私はただ自分の思ってることを言っただけよ。正直なのがな、悪いっていうの？そういうわけではありませんが、言い方というものがあるでしょ。それに、ああいうふうに他の部員を代表してるかのように話す権利はあなたにはありませんし。あんた何も分かってないのね。私はただ何人かの友達と楽しく過ごせる場所が欲しいだけ。文芸部が私にとって居心地のいい場所で何が悪いのよ。そういう場所は私には他に。それをモニカが取り上げようとしているのよ。取り上げるだなんてそんな。違うわ、ガムシロ。今まで通りじゃなくなる。モニカの方向性じゃこの部は変わってしまうわ。それなら最初から他のくだらない部活に入部してたわ。それでもここがほんの短い間だったけど楽しかったのに。夏希は荷物をまとめ始める。帰るわ。今はここにいたくない。夏希ちゃん。夏希はユリを無視し、教室の外へ出て行った。困りましたね。どうすればいいんでしょうか。
ゆりは文化祭についてどう思ってるんだ？まだ不確かですが、多分私も同じ意見だと思います。あんな目障りなクソガキどうでもいい。口悪。びっくりした。突然アップになんなよ。今の静かで居心地の良い文芸部が気に入っているというか、なんだもう二重人格か。私はあなたと過ごしていられればそれでいいですし、しかし私は副部長ですから、その責任は果たさなければなりません。あいつが自殺しても誰も悲しまない。は？どうしたよ。目から血が出たぞ今。いや血じゃないケチャップだ。部員全員の思いを考慮して文ゲームにとって正しい決定を下すように努力しなければ。ガムシロさんはどうですか？あなたはこの部活で何を手に入れたいと考えてるんですか？ユリは先ほどのモニカと同じ質問、同じ問いを投げてかけてくる。曖昧な答えでも何も言わないよりかはマシだろう。一番大切なことはみんなが仲良くしてやっていけることで、あと文芸部が何か特別なものを与えられるようにすることだと思う。大事なのは部員の数というよりそれぞれの部員が持つ特色だ。それが文芸部が特別な場所になるってことじゃないかな。そうですね。あなたに心の底から同意します。それぞれの部員がそれぞれの特色で貢献する。部員が変われば部の持つ特色もまた変わる。それは必ずしも悪いことではないと思います。なんか目から血が出た今。え？何これ？時には心地よい安定からも外へ踏み出して、安定からも外へ踏み出してみなければ。もしあなたが文化祭のことでモニカちゃんを手伝いたいなら、私はあなたに味方します。だんだんなんかケチャップがめっちゃ出てきような明日夏希ともそういう話ができるといいけど。ユリはうなずく。ねえユリ、その昨日のこと、昨日あんなことはあったけど、あなたは今でも素晴らしい副部長だっていうことは伝えておきたいの。それに友達としてもね。もうモニカちゃん、私この部を良くするためにできることは全てやりたいの。分かってくれる？私もです。そうね、今日はもうみんな帰りましょうか。文化祭については明日話しましょう。分かりました。楽しみにしてます。行きましょうか。神代さん、ねえ、変な意味に取らないでほしいんだけど、帰る前に少しガムシロ君と話がしたいの。ここで過ごす時間についてどう考えてるかとか、部長として聞いておかなければいけないから。ユリは少し困っている様子を見せるが、異を唱えることはしない。わかりました。あなたの判断を信じます、モニカちゃん。それではお二人とも、また明日。また明日ね。モニカは教室を出ていくよりに向かって手を振る。ふう、最近はいろいろ目まぐるしいわね。ガムシロ君に残ってもらったのはこの部活で楽しめているかどうかを確認したかっただけ。あなたがつまらなさそうにしているなんて耐えられないもの。なんか映像が、部長として責任を感じるというか、私あなたを本当に気にかけてるのよ。あの二人があなたに手を焼かせるのは見てられないわ。夏希はいろいろ困らせてくれるし、ユリもちょっとね。あはは、時々ここであなたと私だけが実在の人物だと思うことがあるわ。
え？どういうこと？ここであなたと私だけが実在の人物だと思うことがあるわ。この言葉の意味わかる？え？何？これどういうこと？全然意味わかんねえ。でもね、変な話よね。あなたはいつもここにいるのに、一緒に過ごす時間があまり…あなたはいつもここにいるのに、一緒に過ごす時間があまりないなんて。つまり、厳密に言えばまだ数日しか経ってないだろうけど、ごめんなさい、変なことを言うつもりなかったのよ。あなたと話がしたい、あなたと話したいことがいくつかあるの。あなたにだけ理解してほし、え、理解してもらえることよ。待って、お願い待ってんな。え、何？何の最後のやつ？お願い待ってとか言われたけどさ。え、どういうこと？最後のさ、モニカは誰に話しかけてたの今？な、実在する誰かみたいなこと言ってたけど。え、どういうこと？意味わかんねえな。どうしよう。まあいい時間か。はい、ということで、一旦ここで終わりにしたいと思います。ちょっとモニカの行動がよくわからなくなってきましたね。結局モニカはガムシロのことが好きなんでしょうけど、モニカは多分振り向いてほしいんでしょうね。多分今ユリに言ってるのがわかってるからなんか何言ってんだって話ですけど、はい、まあということで、じゃあ今回は一旦終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録と、高評価、あとベルマークの通知をよろしくお願いします。じゃあこれで失礼します。さようなら。